わかんないけど、まあまあね、外さ配信だったら絶対にスマホ2台3台を持っててね、そう、SIM フリーでやった方がいい。じゃないとはあれデータがすごくかかっちゃうしね、うん、家で配信する人もいればね、外の方が人気出ることもあるけど、田舎だとね、外でに配信しても人気出ないと思う、そんなにね。だっていつその場所が少ないんだもん、そのいいかいい場所っていうのね、うん、都会だったらさ、イルミネーションとかね、いろんなとこがあるからいいよね。まあイルミネーションって言ったってね、夜だって夜の街も明るいじゃん、都会だったらね、うん、まあそこはメリットだよね、配信する人にとってはね。で家だったらその 3D プリンターのお家で自作のその配信部屋作ればもっといいよね。そしたらそこでやら音楽やったり、下手くそな音楽でもいいじゃないよね。私もほらシンセ持ってるけど、買ったんだけどちょっともやってできて、イヤホンでしかできないのね、音うるさいから。もし 3D プリンターだったらね、あ、下手くそだけどできたりするかもしれないもんね。誰かがこのシンセサイザーこれいじったらいいよとかね、教えてくれればいいしね。今ではできないんですよ、うん、これぐらいだったらいいけど、シンセサイザーって結構大きいよとかね。そしたらやっぱりせからしくなるしね、うん、もういいヘッドホンでやってるだけですよたまに練習はね。シンセサイザー使い方は難しいよ、全然わからんもん。ボタンに言うと、ああ、こうして遊んでるだけみたいなのがね、うん、買ってみたのはいいけど、ちっとも使いこなせないでね。シンセサイザー使う人すごいなと思う。小室さんすごいなとか、朝倉大輔さんとかね、すごいなとか。シンセ買ったのにちっとも使いこなせない。うん、で、本当はね、初音ミクとかボーカルドも欲しいんよね。だけどフルセットになるとね、やっぱり30万ぐらいかかるよね。で、マッキントッシュのパソコン買うと、まあ全部で5、60万かかるよね。単品だったら5万ぐらい売ってるじゃん、ボーカルド。だけどフル装備になるとやっぱそれぐらいになるよね。で、これから先やっぱりさ、配信者多いんだから、著作フリーの曲作ってれば、ね、誰かが流してくれるかもしれないじゃないね。まあ誰も使わないかもしれんしね。キューベースとね、セットなんですよ。その、ボーカルドセットの27万のやつはね。そしたらこの音だったら音がそんなたくさんないじゃない、この音楽だってね。そしたら作れるよね、これぐらいだったらね。前流したやつはね、音が2つしかなかったもん。そのを繰り返しちゃったもんね、リピート、うん、で著作フリーで作りたいなと思ってるんだけどね、誰も聞かんかもしれんね。それはもう私にはわからない。うん、面白くないなと思うかもしれんしね、うん、面白くないなと思われたらもしょうがないね、うん、その音楽が楽しくないっていうのかもしれないしね。アップデートは誰でもできるからさね、普通の音楽のそのプロのアーティストだったらね、なんだっけ、そのみんなに聞いてもらうとね、生活とかあるだろうけど、著作フリーだったらさね、自分が好きなように弾けばいいわけだし、それをパソコンに上げればいいわけでしょ。それをネット YouTube に上げればいいわけだしね。でこの音だってそんなたくさん音ないよ。だって多分これシンセサイズで何個かな、そんなたくさんないのは分かってるんだけど、ちょっと数えきれないね。前誰か作ったのに2つしか音がなかったもん。あれを繰り返してるだけでもう著作フリー作れちゃうしね。誰でも著作フリー作れるよ。ピアノやるよりね、やっぱシンセサイザーの方がいいよ。なんでかというと、アルペジオでできちゃうからね。まず音楽あんまできなくてもできちゃう。ボタン1個押すだけで。やっぱりね、シンセサイザーって便利。アルゴリズムやアルペジオでできるから。音楽理論がなくてもね、弾けるわけよ。その簡単なやつだったらね。難しいやつだったらやっぱりちょっと波形の勉強しないとダメだろうけどね。うん、私は全然できないから波形ができない。ボタン1個押すだけや。あれで音楽作れたらいいじゃん、それで。うん、誰も来ないかもしれん。流さないかもしれんしやね。うん、それはそれでいいんだと思うよ。それで商売してるわけじゃないんですね。好きなように流して、誰かが。